こんにちは、田村咲子です。朝日町の豊かな自然の中を駆け抜けるトレイルランニング、おととし発足した朝日トレイルラン研究会が今年は朝日トレイル020-2018として9月22日に大会を開催し、県内外から219名の選手とおよそ100名のボランティアが参加しました。今年は元冬季オリンピッククロスカントリースキー日本代表の成瀬信さんをゲストランナーに迎え、選手は午前9時30分に朝日町の観光名所翡翠海岸をスタートし、城山や七茶滝、馬稜山を通って翡翠海岸に戻る 25.5 キロのコースを走ります。私は笹川の第一エイドを通過し、現在七茶滝に向かってきつい登りの真っ最中。果たして元気にゴールすることができるのでしょうか。今年遊び心あるな。確かにここは気合を入れなければいけない。気合だ。絶対負けない。私がきつい登りに苦戦している頃、トップ選手が間もなくゴールを迎えます。2時間10分17秒でゴールです。ゴール、トップの方が2時間、10分か9分でゴールされたそうです。その頃私は七茶滝に向かっておりました。半分も行ってない頃ですね。七茶滝に日本滝100選。おお、すごい癒しでございます。お疲れ様です。どうですか、去年よりも体調はどうでしょう。ちょっとだけ、去年よりちょっと涼しいです、ね、涼しい、景色綺麗。ありがとうございます。はい、頑張ります。行ってきます。はい、行ってきます。じゃあここから水平道になります。細いところもあるのでそこは歩いていきたいと思います。おお、はい、やっと苦しいポイントを少し頑張りました。私が水平道を走っている頃、トップ選手たちがゴールを迎えていました。その頃コースにいる選手たちは16キロ地点の三つぼグリーンランドに向かっていました。去年実はこの朝日のトレラン大会出させてもらって、でやっぱりボランティアの方とか大会スタッフの方にすごくなんか励まされたので、今年は自分がその励ます役に回れたらいいかなと思って、翡翠パンと古代米の押し寿司とみょうが寿司です。今日美味しそうですね。すごく美味しいですよ。食べてみてください。時と場合によるんで、今日は朝日町さんのハーブを中心に疲労回復を狙ったハーブティーを作りました。最後まで元気に頑張ってほしいです。いってらっしゃい。いってらっしゃい。コーラください。コーラ。はい、もうやめたいけど、もうちょっと頑張ります。気持ちいいです。はい、ありがとうございます。頑張ります。ドロドロのぬめぬめが楽しいです。さて、私は水平道からこれから新規開拓したコースを走ります。新規開拓ルートパート1、レッツゴーという文字を見つけました。開拓ルート、お、ここいいですね。お、ここだ。よいしょ。うわ、怖い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 。よいしょ。ひょっこりはんみっけ、てててててて、ひょっこりはんみっけ。私が新規開拓第1弾のコースにいる頃、ゴールではゲストランナーの成瀬さんがゴール、そして女子のトップ選手も間もなくゴールです。
このコースの印象っていうか、すごいなんていうか、極上のトレイルでした。いい大会でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。華々しくお奉行様ゴールです。最後見ていただきました、はい、失笑でしたけども僕の中では成功したと思ってます。ちなみに来年はどんな企画を、来年去年が一休さん、今年奉行だったんで次はこのあたりになると思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。結構前半3位の人と競っとったもんで、いつ来るんやろうと思いながら、結構恐怖心で、最後までなんとか逃げ切ろうと思って、なんとか逃げ切れてよかったです。その頃コースにいる選手は極上のトレイルを楽しんでいました。今年からコースになった三つ穂グリーンランド、キャンプ場を一周して第2エイドに向かいます。今グリーンランドの中一周してます。はい、もうすぐエイド、星ずつ登っていくかな。お腹すきすきです。もうちょっと頑張るぜ。あ、これ下ったらさ、あ、エイドや、ユッケさんのハーブティー残っとった。たっぷり残してきましたよ。ありがとうございます。これです。まるまる取ってきましたよ。1ついただきます、ね、あ、ハーブティーまだあります。飲んでください。マチュアの嬢さんも大丈夫、疲労回復。あ、ほんま。ちょっと人生初の翡翠パンをいただきます。パチ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 、うまい、うまい、おいしい。初めてスイパン食べた。本当に、うん、うまい。じゃ行ってきます。はい、はい、元気で、はい、元気で行ってきます。行ってきます。おしずしもいっぱい食べましたよ。頑張ります。第2エイドを出発して、これから極上のトレイルを楽しみます。全力で突っ込もう。突っ込まんなんわ。ちょっと食べ過ぎたな。美味しかったから。あ、ここじゃない、バン君とこ。ここだぜ、ここだぜ。絶景やな。いいわ。雨も上がったし。今日もご褒美ポイント。じゃあこの後も頑張ります。いるでい。何これ。おお、最高だ。遊び心満載やな。いいわ。お帰りなさい。アサヒトレラン研究会、どうもおめでとうございました。ありがとうございます。コースが走れるコースだったんで、
もうかなりきつかったんですけど、でも後半すごい天気も良くなって景色も綺麗に見える場所がいろいろ多かったんで、すごい気持ちよく走れました。めっちゃ滑るとこあったんで結構怖かったです。最後ゴール前の海が見えるシーンがすごく気持ちよかったです、はい、いやすごい整備されて走りやすかったです、はい、そうですね、最初足元サンダルだったんですけど途中でドロドロで何回も脱げちゃったんで背中に背負ってた靴に変えました。初志貫徹できずまた来年来たいと思います。そうですね、もう最初からやっぱり海が見えて0-0っていうぐらいですので、やっぱりゼロベースでここからのスタートでまたゴールしてくる、もう本当に海のこの景色に救われて走ること、ゴールすることができたって思ってます。僕がどちらかというとこう応援する側であるべきはずだったんですけども、最後の5キロ歩いて足つってもうストレッチしながら行ってるところも皆さんに応援もされて逆に元気をもらってしまったというところで、すごい温かいレース選手であったり、あとエイドの皆さん、あと町の皆さん、もうたくさんの応援をいただいて気持ちよく走ることができました。さて私は新規開拓した第2弾のコースに到着です。新規開拓ルートパート2、レッツゴー、行きます、行ってきます。はい、ここだな、よし、おー滑るぜ、ここ登るのね。あ、ここあれじゃない、あれだ、ソース整備手伝っとくかな、よし頑張るぜ。まだかしら、次のエイド、あ、ちょっと前に人が見えた、ちょっと人がいると安心。20キロ地点の第3エイドに到着です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、嬉しいです。嬉しい？いつか走ってみたいコース。ありがとう、頑張ってくださいね。ありがとうございます。お疲れ様です。もういかんやんから、全然喋られん。ここから5キロ、あと5キロ登りなんのきつい。単的には全然余裕。余裕じゃないでしょ、ここから。なんでよ。どうですか、ここまで走ってみて。あ、なんかね、やっぱり飛車岳行くのが辛かったけど、でも新しいコースやっぱ面白いし、あとね、至る所に今年はね、ちょっと遊び心が隠れとって、そうそう、いろいろ文字絵もあったし、ひょっこりはん見つけて超面白かったし、おったし、あとね、やっぱり応援の横断幕とかもすごい力になったので、すごい嬉しかった。行ってきます、はい、行ってきます、はい、じゃあ行ってきます。あと5キロ頑張ります。こっちですね、はい、はい、ありがとうございます。さてコースですが、本来は川沿いの左岸側を走る予定でしたが、雨で川が増水し、選手やボランティアの安全を守るため今回はコース変更となり、右岸側の舗装された道路を走ります。なんか頑張ったご褒美っていう感じで、お互い笑顔でゴールできるように頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。分からなかった、普通の格好されてたから。お疲れ様です。頑張ります。ラスボス降臨やて、なんかこの坂のこと言っとんのかな、
誰げよこの策考えたの。結構つれ。しかもなんか朝の天気とは違って晴れてきた、暑いし。でも頑張る。どんまいどんまい。どうもこんにちは。はい、お疲れ様です。どんまいどんまい。何か飲みますか。何がいいですか。お水ですか。はい、どうぞどうぞ。はい、彼もリタイアされる、ここで終わるということなので。わかりました。はい、選手はこれで最後に。はい。バーッといきますけど。あ、はい。あの25キロっていうのはトレイルで最長なんですけど、それもここまで来た20キロもトレイルで最長だったんで、まあ悔しいですけど、まあ本当はね完走したかったんですけど、うん、まあもし来年出れたらまたチャレンジしてみたいです。はい、いや最高でした。天気も良くて日頃の行いが良くてとっても楽しく、息子がちょうど朝日町に勤めてるので実家は富山市なんですけども、なんか本当ちょっと胸いっぱいになりながら走りました。もう町の方も すごい皆さん言い方ばっかりで感謝感謝です。平坦なとこ、なんていうとこ、水平道やつがすごい良かったです。来年も出たいです。はい、去年出てすごい楽しかったので今年もぜひ出たいなと思って、はい、参加させてもらいました。そうですね、新規開拓されたコースも綺麗に整備されてて非常に楽しかったですね。初めてです。初めて、はい。どうですか、走られて。めっちゃきつかったですけどめっちゃ海が綺麗なんで最高。初めてやったんですけど、もうエイドの人たちも優しいし、もうどこ行ってももう拍手されて、もう本当良かったっすわ。もう来年まだ出ますんで。最後のド S の坂です。はい、最後は気持ちいいですね、はい、海も綺麗だったんで、はい、もうコースもすごく良くて、すごくなんだろう、きっと皆さんが整備してくださったんだろうなっていうぐらい綺麗なコースになってて、本当ボランティアの方々、スタッフの方々、本当にありがとうございました。いや、雨もなく、まあ、そこそこ涼しかったんで気持ちよかったです。すごく整備されてて、感謝しながら頑張って走りました。下りはとても楽しかったです。足何回も釣りましたけど。今回初めての参加ですか。はい、初めてです。普段から走っておられるんですか。まあ出ようかなって思った時からちょっと毎朝はい、はい、レースも初めてで、今年は4時間切れんかったので、4時間切れるようにまた挑戦したいです。楽しかったです。また見つけた。もうおっしゃる通りやわ。本当半端ないし、もうこれコースに考えた。本当誰？ちょっと変態ちゃうか。きつ。もうちょっと無理やで。誰けよこの坂。本当考えた。マジでちょっと変態じゃない？研究会の方たち。どうも。ちょっと。余裕じゃない。ゴールできると思いました。何もなければこっから。え、去年でしょ。そうですね。泣いてましたね。頑張れ。あれ、どこにいらっしゃいました？どこにいらっしゃいました？あ、第3エンドで。ゆっくりしてました。あ、そうか。そうだった。見たいた。大丈夫ですよ。全力で行きましょう。いつでも救護します、ね。わかりました。でもちょっとここ走れない。頑張る、ここから。さて、私は上野山公園まで帰ってきました。行きます。多分登れないけど、はい、行きます。はい。
頑張れ。私も無理やった。疲れた。一応でも気持ちいいですね。気持ちいいですね。ここは。どうですかこの朝日トレイル。面白いですね。いいですよね。今日お天気上がって良かったですね。良かったです本当にね。あ気持ちいい、すごい。いい景色ですね。海が青いです。海が青い。うわ最高。最高ですね。あー気持ちいい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと無事に帰ってきたことをお礼言います。今年も無事に帰ってくることができました。ありがとうございました。でも泥だらけやけどね。今回は最後じゃないゴールになりましたけど。そうね、最後になるなよって言ってたから。頑張って頑張って。ありがとうございます。そうですね。上げすぎたけど、でも、ね、新しいコースとかもすごい楽しかった。気持ちが良かった。でも本当に見て、2回転んだからドロドロでちょっと転びましたけど、でもなんとかゴールをすることができた。よかった。ほら、あの会社勤めの方、はい、今回テーマは、テーマはあの IT 企業CEO の休日というテーマです。なるほど。プライベートなんで今日あの今回秘書の、はい、秘書です、はい、いかがでしたか、はい、秘書の働きが素晴らしくて、はい、いいサポートを受けてゴールできました。いかがでした。楽しかったです。また来年、はいはい、来年はまたテーマを変えて参加したいと思います。楽しみにしております、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。おかえりなさい。お疲れ様でした。お二人、あの女子のドッポナショー、そして男子のドッポナショーで、え、それぞれザック、ザックです。いいですね。来年はこれを、これの着て、これを着て。私ね、ちょうどこのこちらお二方の間にいた顔なんですよね。でこのお二人の間にいたので、インタビューされて抜いてられます。そうですね。そうなんですよね。私ちょっと背中を見とって、途中見とって、ちょっと抜いてっていう感じだったので。そうですね。どうでしたか、今回走られて。楽しかったです。あの特にあの新しいコース、すごい皆さんが苦労されて作られたなっていうのを感じました。あのイノシシの穴も分かりましたし、あのもうぬかどみ、もうベタベタのところ。あれがいいですね。ああいうのが。私その前で滑ったんですよね。そうです。滑りました。危ないですって言って、危ないですって言われて、私も危ないですよって滑ってから言ったんですけど、どうですかお二人、来年は？来年も。来年もドッポラショー目指して頑張ります。はい、私もドッポラショー目指したいです。はい、また来年お会いできたらいいですね。はい。はい、お疲れ様でした。
様でした。楽しく走らせていただきました、本当に皆さんのサポートで。初めての参加でしたか。ですね、はい、一番きついなと思ったところどこでした。そうですね、一人になった時ですかね。一人きりになった時にちょっと道がやっぱりちょっと不安でしたけど。私もでもそうでした。一人になった時に大丈夫かな、心細いなっていうのは途中何回かで、お会いして元気もらいました。私もいただきました、ありがとうございました。どうですか、あの、はい、来年は、まあ、大変ちょっともう一回リベンジでせめてブービーぐらいにしたいなと思いますけど。また来年お会いできるといいなと思います。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。岡本さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。感想おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。もうあの前半は無理かもなと本当思ったんですけど、あの第2レース過ぎてからはちょっとペースを上げました。はい、なんか聞きました、なんか急になんかスイッチが入って、さっきがなんかすごいよとかっていう話は聞いとったもんで、あのスタート前のあの弱気はどこに行ったんだろうって。そうですね、うん、でもあの本当にあの今回コース新しいコースにもなってて、あのところどころちょっと2回ぐらいこけたんですけど、でもすごい楽しかったし、あとあの応援もやっぱりすごかったですね。あ、そうなんですか。ちょっと僕はちょっと本部の方にあの詰めてるんで、なかなか皆さんの沿道の方の応援とかはわからないんですけど、あの地域の方々に皆さんこの朝日トレイルの方を応援していただいて、コースの方のあの応援だとか、いろんなコース整備の方のご協力だとか、あのそういう支援があってこの大会が開催されてます。本当にそういう意味ではあの皆さんに支えられている大会だなと思って本当に感謝してます。はい、昨年よりも本当にパワーアップした大会だと思いますが、今後はどうでしょう。そうですね、今現段階でちょっともう何も考えれてない状態なんですけど、またまたさらにあの皆さんに喜んでいただける大会にあのなって盛り上げてきたらなと思っております。ということで、大会、無事に終わりました。私のタイムは、5時間38分03秒といったタイムでした。前半は本当に上りがきつくて、七茶関のところはきつかったんですけど、でもあの景色にやっぱりそれぞれ癒され、あの笹川では沿道の応援、あの横断幕もすごくて、すごく力になりました。そしてエイドの皆さん方、ボランティアの皆さん方の応援も本当に力になりました。楽しい大会でした。ただ最後の、ラストの、上りはきつかったです、非常に。また来年もですね、参加できたらいいなと思っています。朝日トレイル関係者の皆さん、そして選手の皆さん、ボランティアの皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。今年の朝日トレイルの大会は、タフなコースを走って、滑って、転んで、苦しんで、そして笑って、楽しんだ大会となりました。また、選手を支え、応援し、盛り上げてくれたボランティアの皆さんや、地域の皆さん、そして大会に向けて準備を進めてきた朝日トレイルラン研究会の皆さんには、ありがとうの気持ちでいっぱいです。海と山両方の魅力を体感できる朝日トレイル020、今年も朝日町の豊かな自然を満喫しながら、選手、ボランティア、スタッフ、みんなの笑顔が輝いた一日でした。